上げてかないさん200円でございます。あります。町田トッテナムの噂どう思いますか。町田トッテナムの噂出てんの。いや町田さんさ、うん、マジで俺いいと思うんだよな。でかいっすよマッチ、マッチ板倉。でもだったら板倉パイセンなイメージあるけどな。あでも意外と俺的にはでかい、サイズ感はまずプレミアで戦う上では結構重要視されるんじゃないかなっていう意味で、うん、町田の方がプレミア向きなのかなみたいな、うん、まあ確かにな。じゃあいきなしスパーズ結構いきなしスパーズはすごいよね。うん、むずそうやけどな。うん、ウザムンさん7000円、おお、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。カシマサポケン、グーナーは昨晩ひどい何かを見たような気がしたんだけど、一旦気のせいということにして、佐野屋町田、石井監督が出ている試合を楽しんでいきたいと思います。ところで町田くん、スパーズじゃなくて、アーセルに来ないかいということで。ありがとうございます。ありがとうございます。ピンクいいですね。演技がいい。非常に演技がいい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、マッチ、マジでちょっとね、プレミア向きなんじゃねえかと。マジ、タッパーはもう余裕っす。もっぱら噂なんですけどね。190ちょいぐらい。12ぐらいあるべ。の左利きでしょ ?191、2の左利きだ。マガリアンよりちょいでかいっすよ。マガリアンって190ないんだっけ ?190 ぐらいかな。マガリアンってそんなか。そんな。だからほぼマガリアンっすよね。身長的に言えばね。191とかか。ああ。相当でかいっすよ。それマジでね、ちょっと。190あった左利きなんてね。あ、町田って今どこだ。町田は、町田ってどこ、ユニオンだっけ。いや、ユニオンじゃない。あ、ユニオン違う、どこだっけ。ユニオンか。ユニオンじゃない、サンジロワーズか。サンジロワーズだね。町田は。町田後期。うん。ユニオンです。あ、ユニオンか。そうそう。じゃあ、これブライトンあるんじゃよ。あー。リアルガチ。ちょっとユニオンつけて。でも、あれか、イゴールとかの被ってっか。いや、でもまだあそこはほら。あそこまだね。ネクストダンク探してるからね。ねえ。うん。普通にブライトも来ねえかな。さ、家でリアプルとかでやってたか。あー、そっか。うん。グループ突破したんだっけ、ユニオン。なんかすごい黙ってなかった。グループ突破したんだっけ。マジ、イルマプライム。イルマプライム。あ、リッツ来ますね。お、リッツ。15って誰だ、これ。かっけえな。顔かっこよくね。顔かっこいいね、15番の方。誰だ、うん、町田じゃね。あれ、すごい、いたか。いたか。町田じゃね。あ、そうか。普通。町田だな。なんか顔変わったぜ、後半で。あ、こんな格好かったっけ。ちょっと惚れそうになったぜ、今。マジマジと見たら、町田だな。町田だな。こんな格好だったっけ。かっこいいな、町田の。髪型変わった。あ、撮りますか。うん。あ、そう、板倉がリバプールなんて噂も出てますね。板倉リバプール？リバプールとスパーズが、こう板倉を、注視しているっていう。なんでもいいから来てくれよ。なんか、派遣してるらしいね。スパーズでもリバプールでもいいからよ。ちょっと板倉もいい選手ですからね、マジで。マジでうめんだから、ほんと。全然ボール取れないんだから、俺とかだと。そうなんだ。取られるようなセンターバックいらんわな。確実にプレミアに通用するよ、あれは。いや、渡るラインでなんとかなんねえのかね。ね。日本人って言えば結構リバプール最近来てますから。いや、そうですよ。滝の前って日本人いたっけ。滝の前はいないんじゃない。滝の前ってしばらくあれだ。やっぱ滝が道を切り開くのか。結局あいつはカイトがいたか。カイトいたわ。お前カイトはいたな。カイトいたか。ケイタもいたんじゃない。ケイタもいたわ。いっぱいいたわ。カイトとケイタがいる。ケイタいたわ。冬にやっぱ日本人はやっぱ冬移籍しがちだからね。滝を筆頭にモナとか。モナタキだけじゃない。モナとかタキとかギタミノとか。左利き CB の価値はもう超高いっすよ。左利き CB でもうフィジカルが優秀なだけでもう3000万スタートの印象なんで。だからもう一回だから、なんかリバプールみたいに大工コナテマティプみたいな感じのマティプ枠が欲しいよね、スパーズはね。マティプ枠が入れば、で、その3人でこう、ローテしつつみたいな。リバプールが CB クライシスを起こした翌日に、うわ、そのまた中間。
コナテ入ってローテーションできるようになってぐっと回り始めたもんね。板倉がマティプワクと称し、いやマジでめちゃくちゃでかいと思うけどな。そう、板倉が入ってきてくれたら。モーサラーさん200円スーパーチャンありがとうございます。ありがとうございます。冬の移籍市場は、空いたか分かりませんが、去年と比べてプレミアのチームはあまり動きないですよね。まあ1月1日なんてこんなもんじゃない？まあまだでもね、今季結構みんな怪我人とか多くて、ちょっと緊急で補強せざるを得ない。チーム多いと思うんで。なんかしら起きそうだけどね。起きると思うよ。スタートがそんなのだけじゃない？うん。まあそんなに詰まってるがないですけどね。まあ、リアプルしてたらね、だってガクポ来てたもんね。そうだ、早い時はもう決まってたりするか。うん、スパサボです。ベルナー&マディソン動画待ってます。出た。ベルナーだ。マジで来るんだって思ったね。ベルナー。まあまあでも、冬、そもそも枚数足りてねえもんな。多分前線あんま。まあ、ベルナーいてもいいんじゃねって思いますね、個人的には。かつ、まあ、なんか噂来て本当かよって思ってたけどね。まあでもいいんじゃね？今のベルナー、ねえ、それこそマディソンがベルナーを操ったら面白そうじゃない？ただ、俺、それ以上にびっくりしたのがさ、ダイヤーバエル？いや、うん。ダイヤーは、うん、素晴らしいプレイヤーですよ。ただ、バルさん、ダイヤーでいいんすかっていう。え、そんなお困りか？っていう。ほんまかっていう。まじでダイヤでいいのかっていう。それの方がびっくりしましたね。ネタなの？ね、ネタでもないんじゃない？あれ。マジで困ったらダイヤ行くんじゃないの？ケインのメンタル係ですか？ダイヤってドイツ語喋れんのかな？通訳とかできたらいいかもね。あれマジなの？ほぼ決まり。ちょっと待ってくれよ。ケインが欲したのか、うん、もっとなかったっすか、ケインさん。ケインともだ。最も歴が長いか。さては。いくら守備薄いとは言えよ、みたいな。そこが、あれでしたけど、まあ、トッテナム周りなんか遺跡活発そうで面白そうですな。